回した？いつもとは違う視点でね。うん、そう、はい。俺の目線？はい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 。いつも俺こんなに嫌な思いしとんよって。は？どういうこと？みんなに分かってもらうために。どういう嫌な思いなんそれ？この近くで。近くで。ヒゲのジジイを見て。熊を。こんにちは。大人2人とあと注射お車、はい、はい、ありがとうございます。合計が1470円です。はい、あ、出た、早速ひひ山来ました。あ、これ持っていこう。いやいやマジであの獣の声をねいきなり聞くとねちょっとビクッてするのね。うわーじゃない、うん、いやー、のの匂いがすごいね。のしゅうがやばい。ここ入れるんでしょ、入り口って書いてある。うん、カバーおる。本当だ。分かりにくい。分かりづらかったけど、ちょっとビクッとするよね。なんかね、アフリカのサバナ。サバナ？アフリカのサバナ。あ、本物。サバナじゃない。サバナじゃない。うん、サバナ。サバナって言うんだ。新鮮だね。サバナ。あ、ボスおらんのだって。へえ、ボスはいない。子供は宝物。へえ、わしよりもっと人間じゃん。人のものは取らない。ほう。順番の確認。お尻が腫れてる。はい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 。濡れている。濡れている。あ、そっちの群れね。あ、そう。違う群れとるんかと思った。ああ、生理用品みたいなの。そうそういうことじゃない。突っ張りである。番外編、猿である。あ、ビデオコーナーあるよじゃない。あ、これは何これ綱引きができる。綱引きができるんや。綱引きができる。うん。誰と？猿と。え、マジで？うん。あっちの鎖持って。あ、引っ張ってくれる。引っ張ってくれる。ちょっと、うん、ちょっと帯寄せてみて。あ、来た。あ、来ない。来た。ちょっと待って。あ、それ綱持たんとやっぱ来んよね。ちょっと待ってよ。誰か来てくれるんでしょうか。ね、全然さ、あいつさ、はぁ、みたいな感じで見とんだけど、そこをさ、すんげー無視なんだね。いやいや、シーンと何の話。あ、来た。うん、見てるよ。これもういい。すっげえ無視されるんだよ。どういうことなの。ちょっと野生の力をね感じてみたかったんだけど、やっぱりのはちょっと違うね。違うね。のはちょっと違った。野生じゃないんよ。あ、そうか。飼われとる。飼われとる。そうか。うん。はあ、面白い。あ、フラミンゴ。ミンゴよ、ミンゴ。ミンゴっすね。ミンゴって、うん、あのトラックで運ぶとき、パンストの足の先切って、うん、頭からかぶして、足を折って、胴とくっつけた状態で輸送するらしい。
民語民語軽く虐待みたいになってるよね。じゃないとあのトラックが揺れるけ足折れるんだ。足折れる。へえ。パンストでくるんで輸送します。へえ。フラミンゴすごい。へえ。うわ、おまけコーナープリクラ。え、プリクラ。プリクラってあるんだ。まだプレハブに。え、いまだにプリクラって言うの。え、なんて言うん。分からない。いや、なんか今後みたいなのあるんかなと。今後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 インドホシガメ。へえ。赤足ガメ。いや、気持ち悪い。ちょっとこんなにおったらこんなにカメいいよや。ちょっとねえ、うん、でけえあのカメ。でかいね。ただ窓が汚ねえ。しょうがないよ、そんなじゃんけさ。うわすげえ。なんかねえねえ、あのカメ、うん、背中のてっぺんにさ、うん、ビニールテープ貼ってない。まあほんまじゃ黒いやつね、うん、なんか絶縁しとんかね。電気絶縁しとんかね。でけえ。こっから見てもでけえ。でかいね。いやー楽しいね。これジジイになって動物園来るのおすすめだね。いいよ、すごく。おもろいね。おもろい。あのサイの角があるじゃん、はい、はいはいはい。あれあの爪とかと同じなんよ。あじゃけ髪の毛とかと同じ。あの骨みたいじゃん。じゃなくてあの爪とかみたいなもんで、また生えてくるってこと。うん、あ生えるの。多分生えるんじゃない。折っても折ってみたら。戦ってみる。こっち見たけどすっげー見るんだけど、こっち来てみる。かわいくない。顔かわいいよね。どうせ飛んできたのよ。ピョンってジャンプしてくる。やばいわ。泣いちゃう。あ、見て水飲んでる。めっちゃ水飲みよる。いいよね、このダイナミックに水飲んでる。入るよんかな、あれ。口開いとん。あのなんかペチャペチャしようけなんか開いとんかな。うん。おジャンプする。飛ぶ。ジャンプする。もしかして降りたら降りたで大事よね、多分ね。あげれんのんじゃない。あ、え、え、え、降りる。草か。なんか草やね。葉っぱをなんかじゃん。うん、落ち葉を食べるんかな。で食べるんかな。どうすんだ。食べた。ほんとじゃん。よくわかったね、しょうちゃん。食ったよ。食べたね。腹減っとったん多分。キリンはもうここでしか見れないと。前はあっちで、なんか近くで見えたよね。そうなの。うん。ダチョウがすごい追いやられとる感があるよね。キリンもちょっと遠いし。だよね。一番奥におるんだけどね。あー本当だ。あ、来た。来るか、こっちまで。ここにぶら下がっとる草を。あ、食べに来るんだ。うん、まだ子供かな、これ。ちょっとちっちゃい感じするよね。うん、これ来ないっす。来ないっす、はい、なんもないっす。シマウマがおるはずなんだ。そうだね、シマウマ。おらんくない。おらんおらん。あっち側におるんじゃない。見えんじゃん。まあね、酒長いんで行きましょう。そうですね。たっちゃんをね、このカメラでこうやって撮ったらね、街録チャンネルみたい。悪いことした人が過去の過去の話を。すげえ近くで。そう、街録チャンネルみたい。
まあそれなりに面白いネタはいろいろ出てくると思うけど詐欺師は